遺伝という項目に入ります。猫の子供は、やはり猫ですよね。猫から犬は生まれてきません。また、私たち、人間においても、子供の顔は、どことなく親に似ています。このように、生き物において、親の形質が、子供に引き継がれていくことを、遺伝すると言います。先生、形質って何ですか？あ、ごめんなさい。初めての言葉ですね。形質というのは、読んで字のごとく、形や性質という意味です。例えば、お父さんと目が似ているとか、お母さんと声が似ているなど、形や性質の特徴のことを、形質と言います。わかりました。では、形質が子供に伝わっていく、つまり、遺伝するのは、どういう仕組みであるのかを勉強していきましょう。先生、でも、親子で、あまり似ていない場合もあります。はい、その通りです。これから勉強していくことにより、そのような場合もあることがわかります。では、解説を始めます。ほとんどの生き物には、オスとメスがあります。種子植物の場合は、オシベとメシベなどがそれにあたります。これが、オスの体だとします。こっちがメス。これは、染色体です。一般に、子供を作る場合、細胞のうちの特定のものが、特別な分裂の仕方をして、精子や卵のような、合体するための特別の細胞を作るのでしたね。その時の分裂の仕方を、原数分裂、と言いましたね。これやこの、原数分裂の元になる細胞を、オスの場合は、性母細胞、メスの場合は、卵母細胞と言います。原数分裂や体細胞分裂を復習したい人は、このボタンを押してください。まず、二価染色体になって、防水子が伸びてきて、こう分かれ、二つの細胞になり、さらに、防水子が伸びてきて、こう分かれ、結局、四つの小さな細胞に分かれました。これが原数分裂です。オスの方は、これらに尻尾が生えてきて、精子になります。メスの方は、一つのものに栄養を集中させるため、他の三つは、成長しないで、最後にはなくなってしまうのでした。これが、卵ですね。そして、この精子が、泳いでいって、卵と合体することにより、新しい命になるのでした。この合体することを、受精と言いましたね。合体することによって、年齢が、0歳に戻るのが、とても不思議ですよね。これが、お父さんからやってきた染色体。これが、お母さんからやってきた染色体です。このようにして、親が持っている染色体のうちの、どちらか片方が、子供に受け継がれるのでした。そして、実は、この、染色体の正体は、DNA と呼ばれる、複雑で巨大な化学物質が中心となっています。それが、その人の設計図になっているのです。え、設計図ですか？はい、そうなんです。DNA というのは、その生き物が、どのような形になるのか、どういう特徴を持つのか、ということを決める設計図なのです。この設計図があるので、魚は水の中でも呼吸ができるし、鳥は空を飛べるような形になるのです。